スマートニュース限定バージョン NCT127 ユータのユータアットホームへようこそ。先週から番組で翔太郎をゲストに迎えてお届けしていますが、皆さん聞いてくれましたか？翔太郎はすごく緊張していたみたいです。そんな翔太郎について僕が知っている本当の彼の姿、いいやつだなと思うところを3つ皆さんにご紹介したいと思います。その1、まあもうこれはビジュアル的な部分でもそうなんですけど、すごい愛らしくて笑顔が素敵なところですね。でその2はすごいホワホワしていて、こうなんていうかな、何かをしてもこういいよ翔太郎って言ってあげたくなるところ。でその3で、まあ可愛いイメージを持ってると思うんだけど、実は芯の部分ではすごい熱くて負けず嫌いなところもあったりして、なんかそういうところがなんていうんですか、ギャップの魅力っていうんですか、のですごくいいなと思っています。はい、ぜひ翔太郎のゲスト回の放送もチェックしてみてください。以上ゆうた通信でした。ではみんないってらっしゃい、また来週、バイバイ。スマートニュース限定バージョン NCT127 ユータのユータアットホームへようこそ。番組では夏休みスペシャルということで翔太郎をゲストに迎えてお届けしていますが、みんな聞いてくれてますか？放送ではお話しできなかったオフトークとしましては、僕が翔太郎に軽めのねドッキリをしたんですけど、そのドッキリが普通にこう翔太郎がお願いしますって言ってくるじゃないですか。でそのお願いしますって言ってきたんです、今日よろしくお願いしますって言ってきたんだけど、俺があれ翔太郎今日一緒にするの、なんか俺聞いてなかったよって話をして、翔太郎と一緒にするので、ちょっと軽めのドッキリをしてたんですけど、それを翔太郎が最後の週まで信じていたっていう話なんですけど、はい、まあそれがすごい純粋で面白かったなって思いましたね。ちなみに翔太郎と僕がすごく似ているなっていう部分、性格も違いますし、ね、多分ファッションのあれも全然違うと思うんですけど、唯一こう翔太郎のこの前出た、ね、動画を見て思ったんですけど、初めて思いました。翔太郎ってやっぱダンスも上手いしパフォーマンスもね、そんなに緊張してる感じがなかったから、翔太郎やっぱ慣れてるなと思ったんだけど、やっぱりこうソロでこう何かを出す時とか、なんかそういう動画を見たことがなかったから初めてこう見させてもらったんですけど、なんか昔を思い出しましたね。なんかこうちょっとここで力を抜いてこうしてもいいのになと思うところを、まだこうやってやるっていう感情が強いから、この力の入りっていい意味でも悪い意味でもそうなんですけど、そういうところを見て、あすごくこう昔の僕と似てるなっていうか、まあ多分みんな似てるとは思うんですけど、そのデビュー当時のねその気持ちっていうか、うん、そういうのが似てるなと思いましたね。はい、以上ゆうた通信でした。ではみんないってらっしゃい、また来週、バイバイ。スマートニュース限定バージョン NCT127 ゆうたのゆうたアットホームへようこそ。今回は僕と皆さんの相性を測定する2択の質問を出題したいと思います。レギュラーのラジオ番組も聞いてる人ならもちろんね分かると思いますが、先週のゆうたと翔太郎、題して醤油の夏休みスペシャルで翔太郎と行った答えが合うまで帰れま10を僕と皆さんでねやっていこうというものです。今週は3問、ね、僕が出題します。僕と答えが合えば相性バッチリ、僕が何と答えるかを皆さんね予想しながら、ぜひね声に出して一緒に答えてみてください。それでは早速1問目に行きたいと思います。第1問、映画は字幕派それとも吹き替え派、皆さんいいですか？それでは答えをいきますよ。せーの、字幕派。はい、僕ねやっぱりね字幕で見た方が楽しく見れるし、やっぱねこニュアンスを感じ取りたいの、その人がどう喋ってどういう温度で喋ってるかみたいな、ね、だから僕は断然字幕派です。皆さんどうでしたか？字幕派ですか、それとも吹き替え派ですか？それでは第2問いきます。全く喋らない人、喋り続ける人、すっごい極端だね。全く喋らない人、喋り続ける人、恋人にするならどっち？いきます。それでは答えをいきますよ。せーの、全く喋らない人。はい、僕ね意外と私生活というかオフの
時はあんまり喋りたくないタイプなんで、喋り続けられるとしんどいかなと思っちゃうんで、それだったら僕がちょくちょく喋って全く喋らない人の方が、ちょっと待ってわかんないこれ、どっち、まあ、全く喋らない人にするわね、うん、じゃあ全く喋らない人にします。すいません曖昧で。それでは第3問、ペットとして飼うならワンちゃん猫ちゃん、これはもう合わせられますよね皆さんね。いきますよ、せーの、ワンちゃん。僕もね、日本に大好きなラプンツェルがいますから、はい、さて僕と何個同じになりましたか皆さん。次回もねこれ続きがあるそうなので、皆さん楽しみにしておいてください。以上ゆうた通信でした。では皆さんいってらっしゃい、また来週、バイバイ。スマートニュース限定バージョン NCT127 ゆうたのゆうたっとほめようこそ。今回も僕と皆さんの相性を測定する2択の質問を出題したいと思います。ラジオ番組の方で翔太郎と行った答えが合うまで帰れま10を僕と皆さんとやってしまおうというものですね。今回もですね3問出題します。僕と答えが合えば相性バッチリ、僕が何と答えるか皆さんね予想しながらぜひ声に出してね一緒に答えてみてください。じゃあそれでは早速なんですけど第1問いきたいと思います。第1問、血液型占いを信じる派信じない派、いきますよ、せーの、信じる派。信じる。僕ねこれね信じなかったんだけど、あながち最近間違ってないんじゃないかなって思う節がね多々見つかったので、信じる派に変わりました。もともと信じない派だったんだけどね。それでは第2問いきたいと思います。お好み焼きを切るとき縦横の四角切り派、それともピザやケーキのような三角切り派、いきますよ、それでは答えを、せーの、三角切り派。やっぱねお好み焼きはね僕四角で食べるよりさ三角切りの方が好きだし、なんか知らないけどもっと美味しく感じちゃうお好み焼きがね、なので僕は三角切り派でした。じゃあ第3問、あなたの風邪は鼻から、それとも喉から、これ聞いたことあるぞじゃあそれでは答えをいきます、いきますよ、せーの、鼻から。僕絶対鼻からなんですよ、ちょっとした鼻炎持ちなんでね。そうですよ、これも分かるじゃんみんな、点鼻薬って答えあったじゃんゆうたクイズでね。だからゆうたラジオをしっかり聞いてくれた方なら答えられたと思います。僕の風邪は鼻からでした。さて僕と何問同じになりましたか。はい皆さん何問当てられましたかね。はい、以上ゆうた通信でした。では皆さんいってらっしゃい、また来週、バイバイ。